瞬でやられちゃうな。うわあ、だか。次行こう。ということで第2戦やっていきたいと思います。さっきの試合でいうと、まああまり調子が悪くなかったので、とりあえずのんびり行こう。まあでもあれは自分が見つけられなかったのがちょっと悪いからな。もっと取らさないとっていうよりかは、まあ迷彩で隠れるっていうのもあったのかな。まあここに関してはソロなので、あまり他人に迷惑をかけるってことはないんですけど、何もないので今度こそ釣りをしたい。釣りをしたいとは言いつつも武器がまずは欲しい。それで安全圏でどっかある。白く光っているところがあればなんですけど、まずはブルコインないな。波しぶきが立ってるところがないから、あまりいいやつらがいないぞ。はい、さあレベルアップしつつピストルゲッツ。これ遠かった。これでいいでしょう。さあこの水しぶき残ってるところによいしょ。はいはい、スノー、なるほどね。まあとりあえずシールドを貯めて。いやでも何もねえな、本当に。なんかちょろっと足音が聞こえるか聞こえないかぐらいなので、敵はいなさそう。音を聞く限りいいですけど、ただいるし、あれ、違う、あれ NPC か。まあここで倒しておくことに損はないので倒しておきましょう。3人なので感じです。まずは回復しましょう。いやでも銃声音が聞こえたから、もしかしたらちょっと近づいてこられるかも。だけれどもまあ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 いいでしょう。弾がまあちょいちょいか。あまりいい状態ではないな。なんか音が聞こえるの気のせいかな。まあ、関係ないか。ちょっともう一回だけ釣りをして行きたい。まああそこ水しぶきが立ったので、でここは円の中なので、まあまず問題はないでしょう。待て、狙いが定まってない。初めて。
とりあえず回復系はまあいいとして、健在か、とりあえず健在は集めつつ、プロエージシーン、あれあったような気がするんだけど、見てくるか、あったあった、宝箱、へい、よし、これはありがたい、早急に使って、うん、クリーンでもいい、サブマシンがショットガンとかでやられる可能性が高い、まあまずは建材を集めつつ、接近戦というよりかは割と遠距離の戦い、近距離で戦いたい気持ちがある。おお、うまいね、アサルト。まあ、サイレンサーのサブマシンガンよりかはマシでしょう。もう一個あるな、間違えた。よし、あれ落としなかった今、気持ちいいか。あ、あったあった、よいしょー。あー、うまい。スノーのやつはいらねえな。スノーフィッシュはちなみにどういったものかだけちょっと見ておく。まあこんな感じですね。逃げるときに結構便利みたいなイメージだったんだけど、あれ効果なくなった。うえー、どっかから撃たれてる。あっち、こういうやつか。まずは回復、よーし、これはうまいですね。多分敵のエイムが全然合ってなかったところがまずは救いだったかな。よし、まあ回復も手に入れたし、とりあえず円の端っこで指を取れればいいかな。だ、次の円がどう来るかなんだよな。さあ、ということで円があっちか。まあちょっと向かいながらかな。あとはちょっと弾がない。ラッキースプラッシュフィッシュ、シーズン回復、アーザスダッシュ、タイミング完璧で、問題はそれよりも後ろから来るかどうか、自分よりも後ろから来るかどうかってところなんですけど、まだ距離的にはあるから来そうなんだよな。なので上を取りつつ行きたい、というのと、さっきの遠距離攻撃で割りかし弾を、弾丸をね、使ってしまったというところがちょっと厳しいところですね。まあ、最悪ハンドガンがあるので連射さえできればいいんですけども、どっかに弾落ちてねえかな。こんなところにプレゼントってことはないよね。ここに馬崖をちょっと下りながら、いや、うまいうまい、これはちょっとありがたい。ただアサルトライフルの弾はないから、これはちょっと、からの立ち回りか。敵も17人とね、ちょっと減ってるので、びっく
黒いを取るためにはまあ様子見ながらってところっすかね。足の人いる？いないよ。ただちょっとこれは上すぎるな、上すぎるなというよりかは、あ、向こういるな。ただちょっと遠すぎて発砲はまずい。こっちが気づかれてないと思って動きたいところですね。あっちのなんだっけバス停みたいなところからとりあえず駆け上がっていきたいが、まだ多分円自体もそんなにすぐには近くならないので、ちょっと様子見ながらだな。うわ明るっ。あ、でもこれぐらいの色の方がありがたいな。まあちょっと来てるのでここで進みます。あれなんだ、材木か。これはちょっとありがたい。後ろから足音するんだよな、気のせいか。気のせいだと願いたい。ここに弾があった、ありがとう。よし、これで一応円のギリギリには入れているので、よしよし、ちょっと抜けないといけない。ここは行き止まりだからちょっとやめとく。よしよしよし、とりあえずは大丈夫かな。まあ後ろから来てる人がいればってところだったけど、まずは大丈夫でしょう。後ろの警戒、いやまた中央だな。残り14人、まあ1人倒してるのでゼロキルでのビクロイはないとは思いますが、ちょっと怖いな。弾を集めておきたい。うわー、これスナイパーか。とりあえず取るか、遠距離取ってるので。まあ医療キットはいらないとしても、スナイパーでこれどこまで狙えるかだな。えらい今日は外しそうな気がするので、ただこれは向かわないと厳しい距離感。10人まで残れたのはいいか。あ、撃ってるね。衛星が近いことから狙われてる可能性がある。どこ？多分進行方向からだったような気もしなくもないけど、ただ円が近づいてくるとちょっと厄介になるので進みたい。ただどこからだ？全然上の表記見てなかった。コロシアムの中だとちょっと厄介だぞ。大丈夫か。一応リロードは全部しておこう。OK、 一応円の中心部には入れそう。ただ潜りたくはない、砂に潜りたくはない。この角だったら右から来るやつらを見れるはず。え、ギリギリで入れる。見当たんないな。いないか。か同じように隠れてるかな、どっちかっす。潜りたくないだけなんだよ。まあここら辺で
守るしかないのかな。また縁が近くに来ればありがたい。いやー、そうなるよね。いたな。いやー、取ってるところがきつい。あそこから顔出す。いやー、そりゃきついよね。まあ撃たれるのはしゃあない。痛い、間違えた。いや、シールドないから結構きついぞこれ。外周をぐるっと回りながら攻めていくしかねえな。いたいた。いやー、立ってるところが車だったよ。はい、ということで終わりたいと思います。今回ご視聴ありがとうございます。では、さよなら。